ピーダベタチャンネルです。今日は青森の6日目かなで、昨日ここのピットインさんにお世話になりました。街の中にある、街の中なんですね。ここにあるペーパープラー、ゴミ燃えないゴミと、あとね、100円払ったら社長の湯の水も買える、嬉しいね。で、ここがトイレ、綺麗だよ、すっごい綺麗。今日は青森6日目。あー、もうすぐ終わっちゃう、悲しい。さてさて、今日も天気良くて外は30度超え。ここ、ハッピー岬、ハッピー行くよ。はい、じゃあどこ行きますか。ハッピー岬まで行って、うん、外ヶ浜のオートキャンプ場に泊まります。はい、映してた、先から映ってるよ。あちこちすごくいっぱい行くらしいの。全部制覇できないかもしれない。でも、今日6日目頑張ってあちこち行きたいと思います。はい、じゃあまた後でね、バイビない。斜陽館太宰治記念会館だよ。斜陽館、おはようございます。もう入れますか。ありがとうございます。戦後旅館になってたんだ。
狭い道です。金木町、金木町、太宰治のふるさとの金木町の道、まず狭い。津軽三味線よかったね。津軽三味線よかったね。歌いたくなった。すごいでっかな鳥居、すごいね。これから岡山稲荷神社に行くとこです。おー、すごい。風情のある松。行きます。なんだこれ。なんかよくわからない彫刻が橋の欄干にある。崎駐車帯よかった。あれが翼のあるスフィンクス、なんか書いてあったやつで、あっちがライオン岩かも、かも。
行こうかーい。わわわ。おお。おお、ゆっくりお願いしたい。ゆっくりでお願いしたい。うわ、素敵。止まれ止まれ止まれ。七つ滝だって。七つ滝。滝からジェットコースターみたいな道。そして風がガンガン強い。タッピーまで4キロ。三鷹駅？なんだか駅？ニンマヤ？ニンマヤ、本当だ、ニンマヤ。階段国道片付けておくようにしてください、うん、ではその後夜の7時ね、で1ヶ月分というのがキーワードでまとまって1ヶ月分というのがおい階段国道したんですけど、あ、この上パッピン先灯台はこの上だ、なるほど、あいよ、すごい新幹線の入り口、山から出てくるところが取れるんだって。オッケー。走ってきな。お母ちゃんも行って。わあ、間に合った。
ちょっと行ってみよう。ココちゃんはタラタラモードでーす。ココちゃんは甘いぼモードでーす。しめさは醤油も何もつけなくても美味しいです。さあ、目玉焼きにこの後リピートを何をするんですか。道の駅で買った伊豆市です。イカの伊豆市。ちゃんは青森頑張って34度も5度もある中をさ、車の中でお留守番ずっとしてました。やめてくれ。私は甘えん坊なんだけど、やめてくねー。はあ、そういうのか。楽しかったです。ございまーす。雨降ってまーす。雨降ってまーす。最後の青森のキャンプ場とキャンプ場は雨で終わってしまいました。これからお風呂入ってきます。朝風呂。朝風呂入って、その後フェリーに乗って、青森とおさらばする予定で、これで最後になります。お世話になりました。じゃあこれからどうしますか。温泉入ってフェリーターミナルに行きます。あ、寂しい。じゃあそういうことで温泉行きます。じゃあまた後でね。バイビー。まだ待ち時間があるので、朝兼用のご飯食べたいと思います。ファミマで買いました。お、落ちた。いただき、はい、道場。道場、うち住んでいた。なんだ、これはなんだ、なんかある。向こうは津軽海峡フェリー。ググ、入ってきます、入ってきます。はい、で、止まって。住むドイツに逃れ、去年の9月、一人で日本に避難してきた。行っていいっていうの？日本に興味を持ち、日本語も勉強していた。ボンダレンコさん。来日どこどこ。京都に住みながら芸術を通じウクライナの現状を伝える活動をしている。その活動を支援している人物からあるオファーが舞い込んできた。難しいプロジェクトだけど、何でもしよう。はい、おいでおいで。広島の原爆被害者の体験から、こっちに寄って、こっちに寄って、こっちに寄って、いいよ、こっち来て、こっち来て、写真を探していて、だから、ウクライナの写真の被災者の写真をたくさん見つけてしまいました。インターネットで原爆に関する資料を探して。すごい、歩かないで。座敷もあるけどいいの？今日子供いないから静かだ。座敷もう静かだよったの。ありますよ、あります。お、開いた。開いたぞ。ここからの方が取れるんじゃない？ここからそこしか屋根しか取れないの。
函館帰ってきちゃった。楽しい休みが終わり、はい、それではまたね、バイビー。